G6 サイネージリービング北京共造高速道路、英文表記、ジンザングエクスプレスウェイ、ピンイン、ジンザングジェイジャーガーンルーは、北京ラサ高速道路、または中国国家高速、G6 線としても知られ、同国の首都である、北京市から、チベット自治区の首都である、ラサ市までを結ぶ計画がされている、中華人民共和国の主要幹線道路網の一部で、ある。共造高速道路、 共造高速道路その他の高速道路その他の高速道路共造高速道路はおよそ3 7 0 0トルの距離を北京市からラサ市へ南西に向かう途中河北、内蒙古、寧夏、寒宿、青海の各省休業生態を通過しカルガン口、フフホと、銀河、青寧、ゴルムドといった都市を通過する河北では G7 と共用している。2010年8月には全区間のほぼ半分にあたる北京市から青年市の区間までが開通した。2016年6月現在、青海省の西部に位置するゴルムドまでが開通している。しかし、気象及び環境条件から青年より先、ラサまでの完成時期は未だ具体化していない。北京付近では慢性的な渋滞が問題となっている。 2010年には1 0 0トルにわたる人類史上最大の交通渋滞が何日も続き、世界的なニュースとして取り上げられた。ありがとうございます。